今日はあれです、鮭の塩焼き、野菜スープ、キムチ、サラダ、醤油漬けで、ご飯は麦飯です。では取り切ります。今日は野菜たっぷりだな。ではもう一回いきます。いただきます。まず鮭からいきますね。これ安いのにな、大きいんですよね。いただきます。うまっ。あ、これもいい安が出せる。うまいな。麦飯もうまいです。なんか本当に今日は朝ごちそうさまって感じですね。卵には水が発達して火が結構出せます。
今日はちょっと肌寒いですね。で、近況はと言いますと、非常に、まあ、つまらない話なんですが、ベッドが壊れまして、床っていうか、まあ、背中のあたりというか、腰のあたりが、膝が破れちゃいまして、もう眠ることができなくなりましたので、今日は解体して、清掃補正さんに電話して持ってみてもらうよう決めました。で、まあベッド欲しいんですけどね、そんなのがいいのかなって、もうそんなそこの抜けるようなベッドでは嫌だしなと思いますしね。これだけおかずが多いとご飯が必要になってきて、ご飯大事に食べないとバランスがないですよね。最近本当にサラダを食べるようになりまして、野菜の摂取量がすごい増えてるんですけど、
今も美味しい。キャベツ、うまいですね。最近そう不思議に思ったんですが、今の小学生ってみんな水上バテとかこういう感じですね。僕らも小学校の頃は水上なんて持ってきませんでした。何を飲んでたかっていうと水上水なんですよね。じゃあ牛に伏したしばらいで飲むんですけど、まあそれ一つでも変わってますね、やっぱりね。さて、最後の一かけら、まあこれだけ野菜を食べてたら最後食べてたら癌にならなかったのかっていうと、それはちょっと謎ですね。いろんな要因があるんで、
けども、がんにならない人はならないでしょうし、それでも、ナウスはナウス、よく喋れないですね。このヘルシア緑茶もうまいですな。なんか思考を大切する力を高めるっていうね。最近ちょっと太い気味なんで、その辺のところ気を使ってはいるんですけども、
キノコが大好きなんですよ。しめじ、えのき、エリンギ、まいたけ、だからそれらのものはこういうスープにして常に置いてあります。それにね、麺を入れちゃえば野菜ラーメンになるし、ご飯入れれば野菜のおいしさになるし、ほんと使い勝手いいんですよ。私まあ前にも言いましたけど、もやしは一袋9円で売ってるような田舎なので、全体的に物価が安いですね。東京だと、もやしでしょうけど、やっぱ30円近くなるんじゃないですか。わからないけど、そんな感じですね。たまには昨日はインド料理、今日は食新作するので目覚めてますよ、本当に。ああ、美味しかった。満足？満足。ふう。おいしかったです。ごちそうさまです。